シアルブラザーズ。イン、サタンの部屋。ようかなきゃは、あの僕やってくってやつぜ。というわけで今回は、ようやく1年越しでヤマトアルファを使っていくってやつ、やっと使えるわ、ほんと。マジで、記憶戻ったから、もう新モンスターだねってことは知ってるよ。さあ、じゃあ見ていこう。こんな感じになっていて、超アンチミンでも完璧でしょう。はい、9の子でした。3キャラと、で、光属性キラーで、もうボコボコ殴れると、で、ゲージでアンチブロック、ゲージでありがて。で、今回やべえのが、これなんと、あの極で友情コンボを出せると。レグルスを一番最初って俺紹介してる、まあ、記憶なかったから、こいつが一番最初。やべえだろと。いうことで、もう使っていくわ。この副友情の闇属性の投げ払い、もうやばそうだし、もう今回しっかり見て、この熱き輸液もしっかりつけてるだろ、これ。やべえって。ま、超砲撃にはしてないけど、ま、それは今回、ま、全然影響ないということで、これやらせてもらおうぜ。こっちも熱き輸液の力、オッケー。こいつも熱き輸液の力、オッケー。で、フレンドさんも熱き輸液の力、オッケー。サンキュー。それでは、やっていこう。これはマジミスれねえ。オッケーオッケー、いやいや強すぎる、強すぎる、マジでやべ。でもこれってほらスピードが300くらいしかないから、超アンチミンでもらったこっからのスピードがマジで半端ねえってわけ。いや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 、やばいでしょ、やばいでしょ。いや嬉しい、やっと使えてる。もうその感動が半端ねえ。ここももう見て一手で終わらせるから見といてよ。魔導士ブリ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 、オッケー、このパワー、いや強い、いやもうマジ1年間我慢した、まあごめん1年間中ほぼ記憶消えてたから我慢はその一瞬だけなんだけど、よしいいよ、これ弱点がある、ドーラララララララまでやち、もう漏らしてるわ、ロリー砂時計漏らしたわ。いやー結局、このヤマトアルファ1体当てるために11万かかったんか。まあ、動画外で引いてるやつがちょっと記憶ないんだけど、まあ、去年当たらなかった時、まあ、うちのチャンネル的に絶対にこの9の奥で初めて友情コンボ出るキャラは動画出さんといけんと思ってたから、あれ結構引いたのよ、動画外でも。いや、懐かしいな。ベッドに横たわりながら、涙目になりながらすげえ引いてたよな、あれ動画終わった後3分の、おお、いいよ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 、成長した砂時計とともに股間ブリブリ、いや3分の1外すか、あんなにって。結果的に今年で猿が55匹でヤマトアルファ0までいったからな。で、SS がまだあんまだな、2段階目をボス戦で撃って、一気にバーって突破したいから、もうボスをボコボコにしたいから、ここで、若干、SS 貯めるぐらいでいいのか。まあでもよ、本当に、1年間、まあごめん、俺記憶がなくなったし、世界戦が別に行ってたから、ヤマトアルファの存在を覚えてないんだけど、やっぱりよ、1年間、手に入らなかったモンスターが、まあ、手に入った時の、受け入れることができない感じ。だってよく考えたら俺ほら、ラブラスもそうなのよ。いや、うち1年間の企画多いな。ラブラスも結構引いたよ。まあ、あれは劇中だからな、いっぱいいるから仕方ないんだけど、あれも1年後に当てたから、このヤマトアルファと、ちょっと待って。まあ、剣仕方ねえか。いや、まあ。1年越しに手に入れたモンスターって、本当に、受け入れるのに時間かかるよな。ゆっくりゆっくりと。ちょっと待って、結構、ごめん、喋りの方に集中してしまってよ。ボス戦ってこれ、どう立ち回ろうか、これ。これってボスの、左の上に、配置しないと、ボス参戦当てれねえな、これ。友情コンボ。うわ
ごめん、ちょっとこれやり直すわ。ちょっとやって、もう、いやー、あんだけ夢中で喋ってたら、ちょっと全然作戦通りやってなかったわ。もう申し訳ない。ちょっとこれ やり直すわ。よし、これでいいんじゃない、これで。いやー、マジ楽しみすぎる。1年越しで、9の極で、ヤマトアルファの友情コンボを出す。マジ楽しみすぎるわ。行ってこい。はい、オッケー。よっしゃ、やっていこう。ボス戦やっていくぜ。うわー、すげー、マジで。マジで、なにこれ。震えてる今。下跳ねて、あの、くるくる髪のとこに、当てるわ。そうすることによって、ボス参戦、全部当てれるから。気に当たんないよ。行ってこい！よし！あー、そうか。このターンに発動できなかったけど、いいわ。全然いい。次。2P ね。横間で。発動させつつ突破するぜ。うわ、これすごいんじゃない？これ。行ってこい！おお強い！おい！重なって濃縮されたヤマトアルファが出来上がってんだけど。ちょっと上にやらなきゃ、ラスゲーきつそうだな、これは。濃縮された。ヤマトアルファが生まれていくわ。でもちょっと上にやるな、これは。申し訳ないけど。いや、待って、どうしよう、これ、降りていくこれ。むず、行ってこい。おお、いや、ここで、いけないか。でもいい。でも、ウサギさんがやられた、投げ払いでボーってもう、ここで4番目打ってやれば次 1P で全部の4つできれば完璧。いってこい！ OK！ おい、ヤマトアルファ、4つも分身あるんだから最後一発でぶっ潰してくれよ、本当に。頼んだぜ。よし！ OK！ 弱点した。うわ、いや、横だな、これ。横でいこう。さあ、ヤマトアルファ、イラストがすごい。結構昔の動画で、いつか9の奥で友情コンボを発動させたいとか言ってたけど、もう結構早めに夢叶うの、これ。これはやばいと。今回の外れ枠と言ってもいいかな。これ多分いっぱい出るよ、みんな。気をつけて。これいっぱい出るから。俺も多分これいっぱい出る。もう言っとくな。もうこれで溢れる。はい、はい、はい。よっ！来たでしょ、これは。もらった。これはもらったでしょ。なんと、あの極、9の極で友情コンボが発動するというやべえモンスターが実装されたということで、そのガチャを引いていくぜ。 OK、 早速その新モンスター見ていきますか。頭が、記憶が戻った。こいつ新モンスターなんかじゃねえ。俺は去年よ、こいつヤマトアルファを狙って、10万円かけて、これ！バーカにしてんのか！はい！どが！はい！はい！はい！なんで！はい！調子はどうだい？はい！はい！はい！違うわー！
はい、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 うわぁ！どうしたぁ！一年前の俺、当てたぜ、ヤマトアルファ。おめぇすっげぇ落ち込んだもんな。マジで。はい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 、しゃー、いけー、うん、孫悟空アルファ運極達成。行ってこい、このパワー、どう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 、あ、半端ねえ、アンソニー D なんてねえじゃねえ。いや、アンソニー D も十分強い。一年越しのこのパワー、みんなのおかげだぜ。本当によ。応援がなかったらここまで来れなかった。マジで感謝。みんなも一年越しにお試しあれ。いやいや、いいからそこに並べ。俺が焼きをしてやるからよ。焼き印が可愛い。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。また次の夜会で待ってるぜ。泣きって仕方ねえ。